ラバンツェノーは、フランス、アルザス地域圏、バイコールラン圏のコミューン。ストラスブールの北12キロメートルに位置する。典型的なリートの中にあり、イル川やライン川沿いを乗馬や自転車で散策ができる。ストラスブール廊間の鉄道路線と、ユーロベロ15号線が街を通っている。その名称は、PRA1 ゾと大英雄からなる。大英雄とは、 もしかしたら湿地と意味する。設備時はライン側両岸で一般的で平野を意味する。地名はフランス語化され単純な翻訳をされた。設備時は女性種でフランス語の女性定刊詞は後で付加されている。ワンゾとは単に土地の所有者の名である。また語中の t は後で追加されており発音はされない。 第二次世界大戦開戦後の1939年、ドイツ国境にあまりに近いため村の住民は戦闘の危険に脅かされ、避難を命じられた。この命令は、ラ・バンツェノーのみならず170以上のコミューンに命じられた。最初、ラ・バンツェノー住民は、同じ県のマルランアイムに向かうことになった。道路が混雑し、往来が困難だった。しかし状況は厳しいままであり、 数日待たされた後、ラバンツェのお住民は家畜を輸送するための貨車に乗せられ、行き先も決まらぬまま内陸へ出発した。列車が到着したのは、オートイコールビエンヌ県のサンティリエであった。長い旅から解放されたラバンツェのお住民は、新たな混乱に直面した。当時のラバンツェのお住民は、ほとんどがアルザス語しか返さなかったのである。 しかし受け入れ先のサンティリエ住民の寛大さとホスピタリティで問題は解決された。約1年間、ラバンツェノー住民はサンティリエに滞在した。以後、友好関係を永続させるため、2つのコミューンの人的交流が各年ごとに行われている。参照元、イヘスト、INSEE。ありがとうございます。